ルーティン動画です。9月の13日火曜日ですね。時刻の方は16時5分を回りましたと。暑いねなかなか天気いいんでね、外に出てくるとね、なかなか日差しが強くてね、暑い感じですね。タラートバンビエン、タラートレンです。まだね、そんな人の出はないっすね。今日はね、だいぶ前にね、予告しておきました雑感動画ですかね。雑感動画をね、とりあえず投稿してみました。で、まあ、取り上げてるね、雑感のテーマとかがね、あれですよね、朝の吸引事情とかね、あとはなんだ、ラオ人に手土産渡してどうなのみたいな話とかね、あとはラオ人女性にね、まとまったお金とかをね、こう託すとどんな感じになるのかなとかっていうね、そんなことをね、僕の知る限り、見聞きした限りですね、見聞きした限りでね、僕が感じたことなんかをね、グダグダっとね、ご紹介してます。であとね、なんかご質問、ありましたらね、コメントなんかでいただければ、もう少しね、掘り下げた話、もうちょっとね、具体的な話なんかもね、できる範囲でね、してご紹介しようかとも思ってるんで、リクエストありましたらぜひコメントの方に残しておいてください。天気がいいっすね、本当に。ここにはね、ニュードグもありますね。意外とあれなんだよね、この間ね、投稿したね、長尺動画、アクティビティ動画ですね、バンビエンの上空を待ってみたパラモーター動画、あれがね、あんま回んないっすね、ニーズないのかな。もうちょっとね、無夫婦なね、世界をね、知りたい方がやっぱね、日本人の、僕の見る限りね、視聴者層を見ると男性で、どうだろうな、30代以上のね、男性が僕のチャンネルをご覧いただいている方のね、中心ゾーン、ボリュームゾーンのようなのでね、やっぱりその色っぽい話しなきゃダメなんすかね。とか思いながらね、どうしたもんかなと思って考えてます。一応今ね、あれですね、おかげさまで視聴者さんの方もね、720人近くになりましたね。720人近くのね、方にね、ご視聴いただいてると思ったらね、なかなかね、感慨深いものがあるんですけれども、あとね、もうちょっとしてね、1000人越さないようだったらね、ちょっとしばらくね、投稿の方はね、切り上げてね、放課後としてもいいかななんていうのもね、最近ちらちらと考えてます。なんでね、もうちょっとね、ラオスのこと見てみたいなと思う方でね、チャンネル登録はまだの方は、ぜひぜひ、チャンネル登録の方をお願いしたいと思います。今日はどうしようかね、ここの十字路を右に行ってみようかね。ここの十字路を右に曲がったところのすぐ左側にはですね、ツーリストポリスがあります。何かね、トラブルがあったときはね、こちらのツーリストポリスの方にですね、駆け込んでください。で、このままね、進むとですね、まもなく登場するのが、はい、出た、滑走路ですね。滑走路跡地です。エアストリップっていうんだっけ、滑走路ってね、エアストリップ跡地です。
まあ、この辺はまあ滑走路だったのかな、もうちょっと先からですよね。その先のね、舗装、その先にあの舗装がね残ってるところがあるんですけども、多分あの辺からね、あの滑走路になるんじゃないかと思います。この辺とか建築廃材のね、残土処理場みたいになってますね。よいしょ。あ、これビアラオのあれか、トランスポーターなんだ。すごいね、こんだけのビアラを。これだったら飲むの、全部飲むのにどれぐらいかかるのかな、なんてこと言いながらですね、今度はここの道を攻めていきたいと思います。ここの路地はね、バンビエのね、街中の方に向かってね、入っていってます。伸びている路地ですね。まあもうこの辺りね、完全ね、ローカルエリアですね。とはいうもののですね、ここの路地をですね、抜けたところには、はい、間もなく見えてきます。はい、カフェアマゾン、カフェアマゾンとですね、この通りですね、ナオキ、ジャパニーズレストランナオキですね。ナオキのバンビエンブランチができてますね。そして、今日もここで、さあ今日は何本飲もう。うわ、シャークワターン、まあいっか。